焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。うち、それを先に言え。舐めてんのか、このガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちょっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。もう諦めたらどうだ。あー、エンチャントセレブレーション。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。誰だ。この子が七つの大罪。
ございます。ここは、あの、私はなぜ、ふらっと店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店、豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか？いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？スカだけ。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか？誰だ？この子が七つの大罪？店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店、豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか？いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？スカだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ、シャベル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク。解放していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ？はい、やっぱり。でもすごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた、生きてるか死んでるかも分かんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士ホーク。この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。何？急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おい、するよ。Yeah.
7つの大罪の一人を追い込んだとあれば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。豚が突進してきます。山猫の悲劇師団、油断するなね。7つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら。先日聖騎士たちの手により、国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては、着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。のんきだな、おめえは相変わらず。でもさ、それと7つの大罪とどうつながんだ。唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば、7つの大罪だけなんです。おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいかね。お前たち何を勝手に生きておる。
わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物なのか。どちらも手配書とは似とらんようじゃが。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。御身には王国から捜索指令が出ておりましてな。生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すればあなたの命をむやみには奪わないはずです。どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。まさか、そんな、あなたはだって、そのシンボルは獣の、いえドラゴンの。どういうことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。
なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。この尋常ならざる力は、あの伝説の。七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの6人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだがな。え、一緒に行くだろ。しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに行ったのは俺だ。さあ行くぞ、次の町へ。出発だホークママ。
したことではないのですが。大したことではないのですが。お待ちしていました。人がたくさん